カワムツは、小イカに分類される、淡水魚の一種。西日本と東アジアに分布し、分布域では、オイカーやウグイなどと並んで身近なカワウオの一つである。初夏、放乱したカワムツのメス、福岡県。詳細生魚の体長は10から15センチメートルほど。オスがメスより大きく、大型のオスでは、全長20センチメートル近くなることもある。 側面型は防水系。上から見るとおい皮に似ているが、胴体に対してヒレが小さいほか、側ひらたが弱いために体幅が大きい。大型になるにつれて胴の太い箇所が次第に長くなり、魚雷型を呈するようになる。頭部は、封が非常に短く丸い、ずんぐりとした形状である。口は大きくへの字に裂けるが、ハスのように唇が折れ曲がってはいない。背中は、 高褐色で、体側には、太い紺色の立てがある。背中の背びれの前には、黄色の防水系の反転が一つあり、胸びれと腹びれの前縁は黄色である。追い皮と同じく三角形の大きな尻びれを持つ。若菜やメスは、体側から腹部にかけてが銀白色だが、生体のオスは、喉から腹にかけてが赤く、顔につい星がある。外見は近縁の沼むつによく似ており、 2000年頃までは、沼むつと動詞とみなされていた。日本では、能登半島と天竜川水系異性の本州、四国、九州に分布し、日本以外では、朝鮮半島、中国、台湾にも分布する。日本では、アユや、ゲンゴローブナなど有用魚種に紛れて放流される、ことにより、東日本にも分布を広げている。ただし、沼むつやオイカワに比べると、水質汚染や、 河川回収に弱い。川や湖沼などに生息するが、沼むつや追い川よりも水がきれいなところを好み、その中でも水流が緩いところを好む。岸辺の植物が水面に覆いかぶさったようなところに多く、人が近づくと茂みの影へ逃げ込む。よく似た追い川と川むつの治療、福岡県。川むつの尻びれは薄く黄色味を帯びる。詳細。 川鍋広屋の浮川での研究によると川むつと、おい川が、両方生息する川では、おい川が、流れの速い、背に出てくるのに対し、川むつは、流れの緩い川底部分、縁に追いやられることが知られる。さらにこれに、アユが混じると、アユが川の浅瀬部分に生息し、おい川は、流れの中心部分や縁に追いやられ、川むつは背に追い出されて、アユと背で共存する。 このことから河川に住む川むずは河川が回収されて平瀬が増えると追い川が増えて川むずが減ることが分かっており生物学の住み分けの例として教科書等に載っているただし近年は関東地方の一部の河川では追い川から川むずが優先種となる逆のパターンも見られこれも河川回収等が原因と考えられることから両者の関係には 今後も注意すべきである。また、河川回収による平坦化や農業用用水取水の影響による水量減少が原因となり、もともとは住み分けをしている追い川と産卵場所が重なることによる交雑も確認されている。植生については、水生昆虫や水面に落下した昆虫、小型甲殻類、小魚などを捕食するが、藻類や水草も食べるという雑食である。 繁殖期は5から8月で、この時期のオスは腹部の赤色部分が広い混姻色となり、顔は赤黒く、追星がくっきりと現れる。生魚は昼の暑い時間帯に川の浅場に群がり、砂礫の中に産卵する。なお、産卵の際はカップリングできなかった若菜が群がり、卵を食べることがある。分布域では個体数が多い、身近な川魚で、 水遊びの相手や川釣りの下道として馴染み深い。釣り方は、浮き釣り、脈釣りなど。餌は練り絵、川虫、刺し、ミ釣り、毛針、ブドウ虫など。あまり食用にはされないが、追い川と同じく甘露煮や唐揚げなどに利用される。泳がせ、釣り用の池として釣られることもある。近年では、追い川と同じく、ルアーフィッシングの対象となることもある。飼育には、 大型の二月水槽がいる。丈夫で餌も特に選ばないが、他の魚に対しては攻撃的、人間に対しては臆病な性格であるため注意する必要がある。ハヤ、ハはア赤バエ、ヤマソモトハイジャコむツ、モツブとアカマツなど各地に多くの方言故障があるが、多くの地方でウグイやオイカーなどと一括りに、ハヤと呼ばれる。ハヤという属称は、 動きが早いことに由来すると言われる。なお、川ムツを初めてヨーロッパに紹介したのは、長崎に赴任したドイツ人医師シ,シーボルトで、追川の俗名ザコは日本語のザコに由来する。この追川族には、追川と川ムツと沼むつが含まれていたが、2008年に川ムツと沼むつがこの追川族から親族の川ムツ族にっぱなしプリーズに分離された。 種商名テミンキ員は、命名者の一人、テミンクへの県名である。2000年頃までは、沼むつと動詞と扱われており、沼むつが川むつ A 型、川むつが川むつ B 型と呼ばれていた。しかし、交雑がないこと、鱗が細かいこと、体側の縦台や胸びれと腹びれの前縁の違いや、川むつが河川上中流などに住む流水適応型に対して、沼むつは、 用水路や支流、故障などの緩やかな流れを好む、湿水適応型であることなどから別紙とされ、2003年に、川むつ A 型を和名、沼むつ、川むつ B 型を、川むつとすることが決まった。フロス、ライナーポーリ、ダニエル、エズ、ニッパナシプリーズ・テミンキー・イン・フィッシュ・ブイス、エイプリル2006バージョン、川むつと、沼むつ。2015年3月27日閲覧。 川の自然を残したい、川鍋博也先生とあゆより、及川川むつ。2015年3月27日閲覧。あきるのしい生き物。2015年3月27日閲覧。愛知県で採集された及川と川むつの、交雑個体とヨハシ氏の博物館、沼むつを赤羽むつ。2015年3月27日閲覧。ありがとうございます。